男子だけどピンクキャラかもしれない。じゃあね、はい、その自分に合う味と自分に合う色っていうのが存在してて、はい、そうちょっとそれをねしていこう、はい、そうだね、じゃあここら辺に立ってもらって正面向いて、はい、でなんかね検査法っていろいろあって、でも運動してて筋力があるから、はい、筋肉でのチェックをちょっとまたしてみよう。はい、まあ何をするかっていうと、立ってるだけでいいです。で僕、はい、そのままちょっと押すというよりはこうちょっと体重をこうやって影に乗せに行くから、はい、ちょっとこれで肌をさせてもらうから、はい、で少しだけこうその動かないようにちょっと触れないように頑張ってみて、はい、でただこれを押すだけだと今こんな感じ、グーッと押した時にちょっとこうグラッと動いちゃうよねって感じだけど、はい、そうで、じゃあ何するかっていうと、まあ、ちょっと今日ね全部チェックしてみましょう。ここに色があって、はい、で今日は12色で見てくるんだけど、はい、その好きな色っていうのとはまた別で、人それぞれなんかこう合う色っていうのがあって、はい、で合うものっていうのを知ると全然体のポテンシャル変わるから、うん、ちょっと面白いかなっていうね、はい、そう、じゃあ、はい、今の同じこと作業するんだけど、はい、今度はじゃあこの最初黒でやるね、黒で、じゃあ黒を見て、はい、黒色を見てるだけでいいです、はい、同じことします。じゃあいきます、せーのってやると、うんうん、ちょっとじゃあこれを基準にしてやってみます、はい、よいしょ。でじゃあ今度黒からピンクやってみましょう、はい、じゃあピンクです。で同じことすると、はい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 、なんか動かないの分かる、ちょっと違い分かるでしょ。あ、全然違います。そう、ちょっと他のもやってみようか、はい、他のチェック方の方が面白いねじゃあ今度は腕組んで、はいはい、で左足をちょっと90度に上げて、はい、正面に向けて、で何も見てない状態で、じゃあ僕肩真下にこうやって下ろすから、はい、体幹もいいね。でこうやって下ろします、はい、うん、でじゃあ今自分に合ってるピンクを見て、はい、ちょっともう一回見て、はい、でピンク見てる時だとめっちゃ強いんだよね。いや、で僕じゃあこのまま体重乗せちゃいました、はい、こうやって片足も上げて、はい、でこの状態でじゃあ黒を見て見ると、わかる。ちょっと違い出てきたよね。そうですね。そうそうそう、こんな感じで、その例えばこの2つだけで見てもピンクと黒だと、うん、そう、ヒョクにはこう合うのは、ピンクで、ちょっと合いづらいのは黒なんで、だから例えばゴルフの時とか、じゃもう本当にこう柔軟性とかも変わっちゃうんですよ。うん、ちょっと。でここに座って、はい、まあ、足揃えてもらって、はい、でこうやってしっかり前に出した状態でグーって肩が浮かないようにくっついた状態でちょっとこのいけるとこまでちょっとやってみるっていうのをちょっとやってですね、で何もない時に背中ピタッとくっつけて手まっすぐ出して、で足もねなるべく広く使って、そうで、じゃあこっちに行こうか、左にグーッといけるとこまで、はい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 、オッケー。これじゃあ横の先にこれぐらいの距離です、はい、大体こんなもん、うん、っていう感じね、はい、よし、じゃあ戻して、まあ、これぐらいにして、でじゃあピンク見てた時、はい、はい、じゃあもう一回同じ動きしてみましょう、おお、こんぐらい、さっきこれぐらいだったね、そうそう、っていうのがちょっと違いで、これぐらい出てるって状態、はい、よし、じゃあ次向かい合いづらい黒を見てみましょう、はい、黒を見て、じゃあ同じこと、はい、対象そう、こんぐらい、そう、さっきこれぐらいだったからね、うん、そうそう、っていうような感じ、ちょっとまだあの完璧に一番合う色っていうのをチェックするから、はい、柔軟性でもこんぐらい出るよってチェックするので、はい、次は黄色です、はい、多分ねバランスでこっちで見た方が分かりやすかったから、じゃあ腕組んで、はいはい、じゃあ左足を90度に上げて黄色見てください、はい、同じようにグーッと押すと、はいはい、この今3つだとどれが一番、ピンクが合ってて黒が合わなかったけど、はい、黄色はどこら辺、感覚間ぐらいです、間ぐらい、はい、じゃあどんどんいってみよう、はい、じゃあ緑色です、じゃあもう一度足を上げて立って、おお、はいはいはい、強いね、そうっす、どこですか、ピン
の後ろぐらい。ちょっともう一回やってみようか、はい、ピンクとね。じゃあもう一回足上げて、はい、ピンク見て、はい、おお、はいはい、うん、ほぼ一緒ぐらいだね。自分の感覚でいいよ、どっちですか。ピンクの方ちょっと上。オッケー、よし。でもこの2つすごいいいね。じゃあ紺色です。はい、はい、どうぞ。紺だと、お、はいはいはい、どこら辺ですか。黄色の後ろ。黄色の後ろ、はい、失礼。よし、次白です。はい、どうぞ。で白色だと、はい、おお、はい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 、まあ緑と黄色の間だね。そうだね、なるほどね。だからボールの色って指定あんの、ゴルフって。ないんですよ。あ、ただ、なるほどなるほど。白しか使ったことない。あ、そうなんだね。なんかこんなのができるんだったら、うん、まあ、ここから見てもっといい色でなんかそういうのがあるんだったら、そういうのに変えてもいいのかもしれないね。じゃあオレンジ、はい、オレンジ色だと、はい、おお、はいはいはい、強いね。どこら辺かな。どこだろう。白よりは強かったね。そうっすね。うん、緑の白ぐらい、白と緑の間ぐらい。じゃあ、水、面白いでしょ。水色です。はい、失礼します。水色だと、はいはい、うん、黄色と一緒ぐらい。そうだね、こっちぐらいにします。はいはいはい、大丈夫、違いが出てきました。じゃあピンクです。はい、はい、じゃあピンクも青色かな。青色見て、青色だと、おお、はいはい、うん、強いね。強いですね。どこら辺だね。どこだろう、これ。緑とオレンジの間ぐらい、うん、もしくは緑、どっちかな。かなりでもなんか力入ってる感じだったね。そうですね。ね、男子だけどピンクキャラかもしれない。ピンク、そう、そうなんす。よし、紫、はい、はい、はいはいはい、うん、白と同じぐらいかな。そうですね。白よりどっち。白の後ろぐらいです。 OK、 こっちね、はい、じゃあ青色です。はい、どうぞ。じゃあ青だと、よいしょ、はいはいはい、うん、いいね。オレンジぐらいですね。どっちかな、オレンジの緑と白の、白の、はいはい、よいしょ。じゃあラスト、赤ですね。はい、はい、じゃあ赤色見て、はい、はい、失礼します。せーの、よっ、はい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 、いきます。どこら辺、どこだろう。黒、おい、そうね、そんぐらいだよね。ぐらいですかね。ああ、ここぐらいかなと思いました。はい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 。よし。なんで、よくの合う色っていうのは、はい、こっち側で、そうですね。白を境に、うんうん、結構崩れるから、はいはい、この12色の展開で言うと、白よりもこっちが使った方がいいね。で、どれぐらい変わるかって、はい、まあ、なかなかちょっと、あれだけど、まあまあこの3つで言うと、まあ、例えば2つ、はい、で、じゃちょっとね、まあ、あの結構色好きそうだからね、あんまこういうの使わなさそうだけど、はい、例えばそのパフォーマンスを出したい時とかに使ったりとか、うん、なんかやっぱ日常でも変わってくるんだけど、2つぐらい同時に見るとさらに変わるんだ。なるほど。ちょっともう一回やってみよう。ここを見て、はい、じゃあ足上げて2つです。そうで、2つ見てて、はい、でこうやるとマジで動かない。おー、強いね。はい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 、はい、でじゃあこっち見て、はい、こっちだと同じ風にしても立てないよね。立てない。ちょっと他でチェックしない、はい、じゃあ、まあ、上でね、ゴルフだからまっすぐ出して、
is done. Get off the floor. Time to go home. Or you can stay the night. I know where we've been, yeah. But baby, that is new. Because I won't fall in. Maybe after this, どんなセミナーよりも一番いい時間だったよ。丸一日ねずっと忙しいので、そうですね、朝から予定が入ってますんで、はい、ですね、はい、はい、楽しく頑張りたいと思います、はい、では、はい、2日目はこんなところで、はい、おやすみなさい、はい。It's getting cold outside.